絶景から絶景かな。この雄大な草原を見ていると心洗われる。国難にひりついた気持ちが少し落ち着くというものよ。それは良かったわね。ただ緊張感まで失ってほしくないものだわ。一体ここからどこへ向かうつもりなの？わしが気になっているのは、以前モル族から聞いたある伝承のことでな。古の昔、滅びの時迫りて、まれびと草原を訪れん。まれびと、ナーマに来いて、北の山にて月のかけら賜り、魔の居道、大地より放逐せん。かくて滅びの時去りて、まれびと再び訪れん。まれびと、ナーマに祈りて、北の山に月のかけら埋め、地滴る荷へ、天へと送らん。大地から放逐された魔の大陸に、天へと送られた血の滴る生贄。なるほど、衛星ダラガブの諱にふさわしいわね。わしも驚いたが、どうだ。かつて魔大陸を浮上させたほどの何かが草原の山間部から取り出され、再び戻されたかもしれないと。それほどの力の源となれば。確かめてみる価値はあるだろう。期待できそうね。